5月8日土曜日です。6時35分です。ここは川添駅、朝、6時じゃないな、5時5分に家を出て約1時間半ですね。ここまで130キロほどです。で、今日はこの川添駅から前回到着した田丸駅まで、電車乗り継いで行きます。そして田丸駅からまたここまで歩いてくるという工程ですね。はい、朝早く朝食をこの握り飯で節約しています。天気がいいですね。今日は紫外線も強くて結構焼けそうですね。じゃあまた田丸に着いたら案内します。はい、おはようございます。8時ですね。川沿い7時5分に出発して、先ほど7時55分ぐらいにここの駅に着きました。前回到着した田丸駅ですね。はい、今日はここからの出発です。今日はこの県道13の標識がありますけど、この県道沿いを、歩いていくということになるようです。今日からが伊勢路の熊野街道の歩きですね。先週は三宮街道でした。伊勢参拝の三宮街道、今日からが熊野街道で尾鷲に向かいます。もう熊野街道の標識どこにもないですね。どこにある？それ標識なの？熊野街道のお寺の標識じゃないか。この辺に背の高い標識があったこれは上寺山なんとか寺ですね。これ県道13。もう県道13、滝。今日はほとんどが、この車道沿いの歩きになりますね。県道13号の歩道。歩道を歩く。でも一つだけ峠越えがあるそうです。8時56分、9時、約1時間ですね。新宮まで154キロ、熊野古道の標識がありました。黙々とこの県道13号線1時間ほど歩いてきました。ここから外れて、行くけど、観音さん、観音さんというか地蔵さんだから、たくさんのここにもなんかあるな。観音って書いてあるな。巡礼道なんとか観音音、観音って読んじゃかんのかな。しかしもちょっとお茶飲むか。道標の確認をしています。新宮まで何キロか。154キロだそうです。伊勢から12キロだそうです。ああ、真っ暗くなるんですね。おお、吠えるな。吠えるな。これまた県道13号線じゃないか、これ。まっすぐ行くの？
かれた。熊野古道がこっちだこっちだなんて書いてないけど、ここ、はい、先ほどの13号線ですね、県道。はい、これを横切っていきます。はい、辺り一面は、こんな木がありますけど、先ほど柿狩りの看板があったから、きっと柿の木なんでしょうかね。柿ってこんな低かったかなっていう感じですね。9時35分ですね。初めての峠ですね。なんて読むんでしょうね、女なんとか、三木峠。これから最初の峠越えですね。こっちのが感じですね。熊野古道めぐ峠 1.1 キロですね。こっちが峠越えの道みたいですね。はい、峠越えはこの竹やぶの中ですね。1キロと書いてあったから、そうあっという間に通り越えそうですね、この竹は。なかなかの見晴らしですね、これは。雪があって、柿畑、柿の木畑ですね、これ。これがほんで古道ですね。メキ峠へ行く古道です。はい、新宮まで150キロの地点ですね。なんかいろいろ書いてあるよ。なんか見どころがあるんかな。赤い星印のところがなんかポイント地点みたいですね。はい、案内板があったところから一気に鬱蒼とした地道になりましたね。これで、まあ、古道っていう感じがして、峠越えですね。古道の峠越え。そうとしてますね。はい、峠越えの道はところどころこんな標識がありますね。石包み、この石が積んだのは多分そうなんでしょうね。そう大したもんじゃないです。そこになんか案内があるな。なんなんないからだから、山の名前いろんな登山なのかな、これ。天孫山、水上山、なんとかいろいろありますね。古道ルート展望台なんかごちゃ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 書いてありますね。茶屋跡ですね。メキ峠の切り通し。あ、ここが切り通しだったの。なんだ切り通しって。木が切って見通しが良くなったの。あ、こう山を切って。
あ、もうここが峠か。ここでもないのか。これが切り通しだって。要するに両サイド、切って道を作ったということか。で、ここがもうだから峠なんだろうな。だから20分ぐらいか、 1. 何キロと書いてあったやつを20分ぐらいできてますね。はい、これが切り通しですね。はい、峠から降りてきまして沼に出ましたね。何沼って何か書いてあったけど、10時10分ですね。峠園10時に着きましたから10分で降りてきてます。静かなとこですね。あの山越えた、こっち側の山だ。あんま高い方じゃないぜ。10時10分ですね。峠から降りてきて2時間ほど歩きましたね。休憩です。今まで木の中で、まあ、日陰でしたけど、ここからまた炎天下の歩きになるそうですね。地道もきっともう終わりで、また黙々と車道歩きということですかね。茶畑があるんだ、ここは。のどかな田園風景が広がってます。ここには何か自生のユリがあるのかな。ユリを取らないでください。はい、滝町笹ユリは町の花ですって。イノシシ小屋があって、イノシシがいますね。これ野生のイノシシかな。あれは当然そうなんだろうな。食われる運命なんだろうな。ほらみんな捕まえたんだぜ。なんでイノシシなんか噛むなんて。豚の代わりにならんぞイノシシ。はい、右熊の道となってますね。あれが、まあ、メキ峠なんでしょうね。あれを今越えてきました。11時35分ですね。国道42号線沿いに出ました。ずっと車道歩きですね。あっちがここだわ。今日の昼飯なんだったっけ。サンドイッチ。あ、サンドイッチ持ってきてるんだったっけ。何このバカ曲がりっていうの。熊のことをバカまぐりって書いてある。こんなとこあるの。青空にジェット機が飛んできますね。飛行機熊です。ちょうど12時ですね。ここがバカ曲がり。
なんでバカ曲がりって言うんでしょうね。なんとかやったんだ。新宮まで142キロのとこですね。伊勢から24キロです。熊野古道は、この鉄道 JR、ちょっと向こうに42号線が走ってますね。ここはもう山の中の合間の車も通らん車道ですね。はい、11時20分になりました。ずっとこの国道42号線を歩いてきました。ちょうどここ地蔵さんがあるところに、大きな木があって木陰があります。はい、ここで昼食ですね。今日は昼食も、サンドイッチで食堂を使わずに済ませます。朝も握り、昼もサンドイッチ。はい、超経済的な熊野古道歩きになってますね。はい、牛肉ロール？うん、牛肉。いくらの牛肉？牛焼肉マヨネーズ。105円。でも1枚じゃ終わらんだろ。13時15分ですね。はい、川沿い駅に到着です。田丸から5時間15分ですか。約20キロ、5時間15分で到着です。はい、この駅はご覧のように駅前がくちゃくちゃ広いですね。車が自由に止めそうです。私もここに勝手に止めました。はい、今日はまたどっかで泊まって明日も歩くということですね。多分どっかの道の駅なんでしょう。はい、熊野古道伊勢路2回目の挑戦終わりです。まだ2時20分ですね。ここは阿蘇温泉と書いてありますね。今ここに入ってきましたけど、ここは小学校の校舎昔の小学校の校舎を、温泉にしているそうですね。ここは編掛山、向こうに見えるんですけど、紅葉が綺麗な山なんですね。去年の秋、紅葉見に、この前を通って編掛山ハイキング、紅葉ハイキングに行ってます。この時期はここは何もないですから閑散としてますね。この温泉もほとんど人いなかったですね。はい、こんなところですね。まだ14時40分ですね。はい、ここは道の駅奥伊勢大台と書いてありますね。ここが今日の宿ですけど、まあ時間持て余してしまいますね。ここは向こうにマックスバリュースーパーもあります。24時までやっとると看板出てましたね。まあ、まずまあ飲むか一杯。貯金したかね。あ、覚えがない。はい、早々とビールタイムになりました。まだ3時です。ここの道の駅レストランはビール出なかったんですけど、マックスバリューで買ってきました。
しいんだよな、これが。はい、いただきます。乾杯。たまりませんね、これは。はい、マックスバリューで買ったビールのあてです。なんだ、ちょっとね、時間持て余しちゃうね、こんな早いとは。ね、まだこれ夕食じゃないんですよね。3時に食べたら夜中お腹空いて目覚ますね。はい、まだ6時20分です。道の駅もやっぱりやっと閉まりだしましたね。お客もぐっと少なくなりました。女房は昆布地でマンゴー買って時を過ごしてます。私は持ってきた500を飲んでしまい、さらに先ほどコンビニで200買ってきましたけど飲んでしまいました。まだ年齢早いんだけど、もうやることないから寝るしかないのかな。7時になったらもう寝るだろうな、暗くなったら。はい、で今日はここで寝るんですけど、ようこのクルーが寝ましたね、車の中で。今日もここベッドがちゃんとできてますね。ここで寝ますね。え、楽勝ですよね、こんだけ、倒してフラットになって敷布団を引いて寝ると、本当ベッドで寝ると一緒です。しかしこのクルーがもう、もう終わりですね。プリウスがこの5月に入ることになっています。まだ入る日程は決まってませんけど、クルーガーで寝るのもこれで最後かもしれません。ちょうど年が大きい車で、いい車でしたけど、やはり燃費が難点でプリウスに乗り換えることにしました。プリウスで寝るのはちょっと辛いと思いますけど、まあ頑張ってこの先もきっとプリウスで車中泊がされると思いますね。今日は時間がいっぱいです。酔った距離感気持ちいいですね。まあ終わりにしましょう。終わりです。また飛行機もずっと伸びてますね。ジェット機が飛んでますね。見えるかな。いや、わからんから、まあいいわ。はい、じゃあ今日の歩きは終わりにしますね。今日は終わりです。また明日よろしくお願いします。